ポール・リクールポール・リクールは20世紀フランスを代表する哲学者の一人。現象学、解釈学、修士学、時間論、歴史哲学、宗教哲学、政治哲学などに業績を持つ。物語論の代表的論者であり、主張に時間と物語がある。いわゆる大陸哲学の哲学者だが、分析哲学も扱った。フランス南東部バランスの生まれ。 幼くして、両親を亡くす。レンヌに育つ。レンヌ大学を経て、1934から35年は、戦災孤児のための奨学金を得て、パリ・ソルボンヌ大学で学ぶ。ラシュリエとラニョーについての修士論文を提出。第二次大戦に出生、ドイツ軍の捕虜として、ポーランドの捕虜収容所で数年間交流。戦後、CNRS を経て、ジャンイポリットの公認として、 ストラスブール大学助教授。また、保養時代の仲間であった美学者エム・デュ・フレンヌと、教調で、ヤスパースについての研究書を出版。意思的なものと非意思的なものを、主論文、フッサール、イデーエンの出役を副論文として、国家博士号を取得。名実ともに、フランスにおける、ドイツ哲学研究の第一人者になる。1956年、パリ大学の哲学教授。 1960年、過ち安き人間、悪の象徴系。この頃、一時期デリダが、リクールの助手を務めていた。1965年、解釈について、フロイト・シロン出版、ラカン派との激しい論争が起こるの交換に踏み切った。1968年5月革命の後には、パリ大学南テール工学長として、同大学学生との接衝役を混乱の中務めた。 1969年、コレージュ・ド・フランスの教授に立候補するも、投票の結果、1970年に、風光が選出される。アメリカでも活動し、1973年から、シカゴ大学進学部教授を平任。英米の言語哲学との相互影響が顕著になる。また、シカゴ大学同僚の宗教学者エリアーデと交友。 1981年から1983年、主張、時間と物語。物語的自己同一性の概念を提示。ヘーゲルを断念すると述べ、愛前後して刊行された、リオタール、ポストモダンの条件とともに、思想界の一時代を隠する仕事になった。歴史学のアナール学派第三世代の動向とも、連動する。1990年、他者のような自己自身。 マイケル・ウォルツァーやハーバーマス、サンデルに論及した倫理学の重要著作。1999年バルザン賞を受賞。2000年、記憶、歴史、忘却出版、歴史修正主義を論じ、デリダとの間で、許しの観念をめぐって議論。ピエール・ノラ、記憶の場に論及時間と物語での歴史論を、さらに歴史書の著者と読者の間の、 解釈学的循環にまで具体化させた。記憶、歴史、忘却執筆時に秘書を務めていたのは、当時大学生のエマニュエル・マクロン。シェーンベルクの音楽や、ジャックソン・ポロックの中象絵画を好んだ。2000年京都賞思想、芸術部門受賞。日本においても、多くの研究者により、彼の哲学の研究が進められている。2005年に、自宅にて老衰のため死去。 92歳、ありがとうございます。